地球最後の日は、フィリップ・ワイリーとエドウィン・バーマーによって書かれた SF 小説、地球爆発、地球最後の日という日本語タイトルも存在する。1932年9月から翌1933年2月にかけて、執筆、雑誌、ブルーブックに連載され、1933年に単行本として刊行された。本作は、 宇宙から天体が飛来して地球に衝突するという内容の物語としては先駆的存在であり、妖精ゴラス、メテオ、宇宙戦艦山ヤマと完結編、ディープインパクト、アルマゲドンなども本作に続く終末ものあるいはパニックものに分類される SF 作品になる。南アフリカの天文学者、スウェン・ブロンソン博士が地球に衝突するコースを取る二連の放浪惑星を 発見した。ブロンソンはその天体を撮影した観光版をデイビッド・ランズデルに託してアメリカの物理、天文学者、コール・ヘンドロン博士に届けさせた。観光版を分析したヘンドロン博士とその研究チームはその星が確実に、しかもそれほど遠くない時期に地球に衝突することを確認し、さらにアルファの直径が地球よりはるかに大きいことを究明した。 一方、番星の β は地球並みの大きさであり、しかも大気や植物が存在すると推定され、さらに、α と地球が衝突した時点で、β が α の引力支配から離れ、元の地球の公転軌道に収まることが判明した。ヘンドロン博士及びアメリカ政府は、この分析結果を踏まえ、衝突自体が不可避である以上、人類を存続させる方法は、ただ一つ、 主としての存続が可能な人数が乗り込める大きさの宇宙ロケットを作って地球を脱出し、ベータに移住することと結論した。しかし、建造期間は長くは、取れず誰を乗り込ませるのかも問題だった。ロケットの建造中も、放浪惑星は地球に接近し、それにつれて地震や洪水も頻発し始めた。地球の社会が徐々に崩壊する中、 ヘンドロンのチームは様々な障害を乗り越えてロケットの建造を進めていく。1951年、ジョージ・パル制作、ルドルフ・マテ監督によりパラマウントで映画化された。基本的な内容は原作を踏襲しているが何点かの差異が存在する。パラマウントがスティーブン・ソマーズ監督によるリメイク版を2010年に公開することが 下の外部サイトにて報道されている。1998年3月、東京草原社より、佐藤達夫の翻訳で、草原 SF 文庫の一冊として管理が、刊行された。また、1960年代から1970年代に、児童向け作品として、地球爆発、地球最後の日のタイトルで翻訳、翻案されている。1934年、 アフターワールズコライドというタイトルで続編が刊行されている。内容は、ヘンドロン隊のベータ開拓機、リーダーである博士の首と、新たな若きリーダーの誕生、そして同様に脱出してきた、英国隊とヘンドロン隊の連合軍と、日独その独裁同盟軍との決戦が描かれている。2007年現在、刊約はされていないが、児童向け作品の地球爆発は、 後半部が続編の本案になっている。ありがとうございます。